はい、皆さんこんにちは、ネスト福知山の外科です。今日の公民の授業は、伝統文化と新たな文化の創造という、タイトルで勉強をしていきたいと思います。日本の伝統文化は、私たちの生活の中で、あるいは私たちの暮らしの中で考え方に、あるいは生活様式に、あるいは行事などにどんなふうに影響を与えているのでしょうかっていう、そういうことを考えてもらう時間にしたいんですけど、実はこの前の一つ前の授業で、文化というのは その作る主体、誰が作るかによって変わるもんだとか、あるいは時代によって変わるもんだという話をしました。で、文化っていうのは、文化という単語が名詞だから、決まったもの、固まったもの、ね、値打ちが決まったものっていうふうに思うかもしれません。まあもちろん国宝とか重要文化財というような、そういう大事な遺産はありますので、そういったものは、ね、大事に大事に後世につないでいけない、つないでいかないといけないと思いますけれども、もともと文化というのは、ね、固まったものじゃないんです。流動的なものなんです、ね、そして私たちにとっての文化なんです。皆さんの暮らしにとってのプラスになるのが文化のはずなんですね。だから、身近に親しんでほしい、これが一番の狙いです。そういうことから、文化を、固いものとか堅苦しいものとか、いうふうに、思わないでほしいというね、そういう皆さんの中の多分頭の中には凝り固まったところがあると思うので、一つお話をしたいと思います。皆さんの教科書には、日本の伝統的な年中行事の表がありますね。1月初詣、2月節分、3月ひな祭り、4月お釈迦さんの誕生日、乾物で、ね、5月は端午の節句で、男の子の成長を祈る日とかで書いてありますね。ね、で、今はそうなんです。今はそれが伝統だと思われてるんです。ですけど、ちょいと前まで、ちょいと前ではないな、江戸時代までは、ね、3月3日はどんな日だったのかというお話をします。明治時代になってから、ひな祭りの日はねっていうふうに意味合いが変わりました。5月5日端午の節句はねっていうのが明治時代になってから変わりました。誰が変えたのかというと、これは明治政府が政策として変えたんです。もともとはどうだったのか、ね、江戸時代まではどうだったのか、ね、こうやったんです。あのね、節分って豆まきするでしょう、ね、で鬼は外、福は内言うて豆はもう鬼に当てるんです。で痛い痛い痛いって言って鬼はね、家から出ていくので、家々では災いが悪いことが起こらないというふうになるんですけど、鬼は完全に豆によって撃退されると思いますかっていうわけです、ね、鬼が完全に撃退されたら、ね、病気になったり怪我をしたりせえへんちゅうわけですけど、そんなことはないんです ね。節分過ぎても風邪をひく、ね、怪我をすることもある。つまり昔の人は、鬼は豆まきによって完全に家の外に一匹残らず追い出したとは思えないと思ってたんですよ。だからそういう目に見えない困りごとに対して、ね、柱の陰に隠れてね、豆を避けたやつもおるかもしれんと、住み継ぎ取るやつもおるに違いないと、だから悪いことがまだ起きるんだとこう思ってたわけね、解釈なんですよ。だからそういう、ね、立ちの悪い、ね、生き残り鬼をどう退治するか、これが江戸時代までの日本人にとってテーマやったんです、ね、どうするか。ほんでね、人間も知恵がありますのでこう考えたんですね。人型を作って、まあ、人間のように見えるお人形さん、まあ、人形ですね、今でね言うね、
でそれ人型なんですよ。神を切ってもいいわけです。人型を作って、ね、ちょっと飾っておいて、で人間だと鬼からしたら人間だと勘違いさせるんです。あ、こんなところに人間がおると、悪いことを、するために乗り移ったろうというふうにね、鬼にそんなふうな勘違いをさせるために人間によく似たものを作ってポンと置いておくわけです。で乗り移らせるんですよ。で、あ、乗り移ったかな、しめしめということで、その乗り移鬼が乗り移っている人型を家の外に放り出す。それが3月3日やったんです、ね、実際にはどういうふうにしたのかというと、人型お人形さんを、川に流しました。流し雛というやつです、ね、今でも お雛祭りといえばお雛様を川に、あ、お雛、お雛人形を川に流すんだよという地方がわずかですけど残っていますけれども、もともとは全国的にはこの形だったんです、ね、つまりひな祭りっていうのは、ひな祭りっていうのは鬼退治第2弾の日やったんですよ、ね、だから教科書にひな祭り3月3日女の子の成長を祈る日とか、ね、書いてありますけど、それは今はそうなってるだけで、江戸時代まではもともとそうじゃなかったんですっていうことです、ね、それぐらいね、あなた方の頭は伝統といえばもう固まってるものと思ってるかもしれないけど、そんなことはないよというね、あなた方の頭の中の固定観念をね、むちゃくちゃにしといてくださいね。じゃあついでにいきましょう。あんな5月の5日、男の子の成長を祈る日ね、武者人形なんかが飾られたりする家もあるでしょう。端午の節句って鯉のぼりをね飾ってもらった人もいるでしょうね。これは現代チックな現代的な伝統と思わせぶりな現代のなんかね、商売上手な、お人形屋さんとか、鯉のぼり屋さんの、まんまとそのね、なんちゅうかね、あの商売に、乗っかってるわけです。端午の節句5月5日、男の子の成長を祈る日じゃなかったんです、どんな日やったのか、どんな日やったのか、ね、別名があるんです。5月5日は女の家と呼んでました、江戸時代までは。そして簡単に言うたら、女性をリスペクトする日でした。女の子の成長を祈る。ほんならおばちゃんとかおばあちゃんとかね、私らはのけもんにされてんのかとかね、今ねおかしなことを、まあおかしくもないかな、端午の節句5月の5日は男の子の成長を祈る日が国民の祝日でお休みになってて、3月3日はなってへんから女の子は、損してるやんみたいなことを言う人もいるかもしれませんけど、もともとの形を、勉強してもらったら、まあ、そんなこと言っててもまあなんかとんちんかんなことで、伝統を理解してないとんちんかんなことっていうふうになってるんだということ。そして女の人は損してるんかと、全然損してません。女の家と言って女性をリスペクトする日があったんです、江戸時代までは。5月の5日です。逆に男の子の成長を祈る日とかそんなのはなかったんです、いうことで、そういうあたりをまあ難しいことを言うて喧嘩なんかしなさんなと、男の子と女の子の喧嘩なんかしなさんなというんで、国民の祝日として5月の5日は子どもの日っていうふうに、定まっているんだと思います。まあ、丸く収めるためにね、そんなところなんですよ。そろそろ田植えが始まります、ね、猫の手も借りたいほど忙しくなります。もともと畑、土を起こしたり田んぼの土を起こしたり縄代を作ったり、ね、男の人の手だけでなんとかやれてたんですけど、いざ田植えの、ね、作業になるとこれはね、男の人だけではとてもじゃないけど、ね、
手が足りません。ですのでもう家中総動員で、しんどい、ね、田植えシーズンを乗り越えなあかんかったんです。でそのために家事もしする、家事っていうのは、ね、掃除洗濯ご飯炊きっていうそういうようなものはやっぱり江戸時代も女の人が多くやっていました。ほとんど女の人の仕事みたいに、なってました。でさらに田植えもっていう男性の労働の、足りんところを女の人が補うんですから、女の人にしてみたら労働が、増えるわけね、うん、だからそういうシーズンを迎えて、ね、これからもまた今年ご飯食べるためによろしくねという男の人から女の人に対して、ね、頭を下げる日っていうのがあったんですよ。でこれが端午の節句、女の家っていうね、女の人は地域の今で言ったら公民館みたいなところに集まって、ね、飲めや歌えやのどんちゃん騒ぎをしてよかったんです。その日だけはね、中では何がされてるのか分からないけども、ね、今で言うカラオケみたいなのをやったりとか ね踊り出す人もいたでしょうし、で男性は、場合によっては下品なことやらあるいは不作法なことがされているかもしれませんけど、何が行われているか男性は絶対に覗いちゃいけないというね掟があったんです。鶴の恩返しじゃないけどね、女の家の中身を男は覗いちゃいけない、男は家でじっと、その日はね、自分でご飯作って自分でご飯食べないといけないと、そんな日が一日だけあったんですよってね、なんかね江戸時代といったら古くて身分社会で間違ってた世の中で、明治時代になってから市民平等になって良い時代になったというような、安直なね、時代の移り変わりのイメージ持ってる人がいるとするならそうでもないんですよ。江戸時代には江戸時代の柔らかい面白いところがあります。明治時代以降の、ね、進歩もあります、ね、そんなことで、世の中の移り変わりとかあるいは、伝統文化って言われるものでさえ流動的なんだよということとか、そして、でもとにかく何かがあった時に困ったことをさあどうしようと考えることイコール文化なので、文化の営みなので、私たちは文化を伝統文化も伝統じゃない文化も含めてとにかく身近なものとしてね親しんでほしいと思います。で文化文化といっても一様にね、肩にはめられるものではありません。ね、国内でも多種多様です、沖縄から、ね、北海道までさまざまな文化が存在してて、それが、ところどころで、ね、肩に、はまったような状態で、ね、次の世代へ次の世代へと受け継がれていってる事実はありますけれども、それでもやっぱりお祭りのしきたり一つにしても、時代とともに、ね、時代の中で受け継がれていくものと変わっていくものなどがやっぱり出てくるんですけど、そういう工夫そのものが文化なんだということ、文化的な営みなんだということを、理解してもらえたら嬉しいなと思います、伝統文化と新たな文化の創造というのは切れてないよ、もうつながってて、そして私たちの暮らしそのもの、あなた方の暮らしそのものに身近なもんなんですよということを、少しね、イメージしてもらえたら嬉しいです。はい、今日の話は以上で終わりです。ありがとうございました。